マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット効果の高い納豆を美味しく召し上がっていらっしゃいますか？今回この動画ではマイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私がおすすめするさらに納豆のダイエット効果を高める簡単なボリューム満点のレシピがわかるんです。もしあなたが納豆のダイエット効果をさらに高めて健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたらぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる納豆ダイエットの神レシピお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、納豆ダイエットの神レシピ、ボリューム満点美味しいレシピです。ぜひ最後までご覧くださいね。では1つ目の項目です。なぜこの納豆の神レシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントがあります。1つ目、それはあなたの腸内環境がもうめちゃくちゃ綺麗に整うからなんですね。痩せたいならしかも健康的に、ベースはあなたの腸内環境が整っているかいないかにかかっているんですよ。ここを無視して痩せよう綺麗になろうと思ってもそれは絶対無理です。なぜかというとやっぱりそこがベースなんですね。その理由はあなたが根本的に健康で痩せ体質になれるかどうかというのは痩せ菌たちの種類とかね、バランスとか、どれぐらい元気なのか、いつまでも腸に住み着いてくれるかどうか、ここにかかってるわけです。その時にこのレシピが大活躍するのでお楽しみに。詳しい痩せ効果は後ほどお伝えしていきます。2つ目、脂肪が燃えるからですね。燃やしていきましょう。どんどんね、溜め込んだ脂肪を燃やさない限りは痩せることができません。その時にね、大活躍するのがこの納豆レシピになります。3つ目、冷え改善と代謝がアップということで、今低体温の方多いんですよね。36度ないとか、あっても36度台前半とか、それでは太ってしまいますよ。なのでベストはやはり 36.5 度以上ですね。こういった基礎体温がお高い方っていうのは代謝が高くって、しかも免疫力も高くって痩せ体質になれますから、ぜひあなたがもし低体温だなって、私のことだなって思っているようでしたら、ぜひこのレシピ食べながら体温を上げていきましょう。ではここから2つ目の項目です。納豆ダイエットのおすすめ神レシピということで、今からレシピで使う材料、それぞれが持つダイエット効果と材料と作り方、注意点についてお伝えしていきます。まずはもうメインは何といってもこの納豆を使っていきます。もうまず納豆の素晴らしいところ、発酵食品ですよね。発酵食品っていうのはもう本当にね、やっぱり酵素であったり栄養価すごく高くなるんですね。でしかももうすでに食べる前から発酵してますから、食べた時にね、消化する負担が一気に減るわけです。まあ簡単に言うと内臓ね、腸たち、胃腸たちのね、仕事量が減るわけですよ。これはね、私たちにとっても仕事量が減ると嬉しくないですか？それと同じです。なので一生懸命頑張ってくれている腸のね、仕事量をここで減らしてあげるっていう意味でも、必ず毎食何かしらの発酵食品食べてあげましょうね。そして2つ目、そのことで腸内環境も整えますということは先ほどのお話でしました。3つ目、納豆菌がこれまた優秀なんですよね。普通ですね、やっぱりいろんな菌ありますけれども、大体胃酸とか熱に弱くってね、こうなかなかこう生きたまま届かないんですけれども、納豆菌っていうのはその熱とか胃酸にすごく強くって、生きたまま腸の隅々までちゃんとね、行き届いてくれるという優れた菌になります。そして4つ目、脂肪燃焼効果があります。大豆タンパク質ということでね、やはり痩せたいならタンパク質すっごく大事です。ここでしっかりと取っていって脂肪を燃焼していきましょう。5つ目、脂肪の蓄積も抑える効果があります。これ以上溜め込まないようにしていきましょうということですね。そして6つ目、女性ホルモンのバランスが丸ということで、やはりイソフラボンが豊富ですから、女性ホルモンに似た働きをしてくれるということで、ここでも味方につけていきましょうね。そして7つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれます。これも大事ですね。やはり太るもと血糖値の急上昇、この間に一気に脂肪が溜め込んでしまうのをぐっと納豆で抑えてもらいましょう。そして最後です、あなたの暴走する食欲をぐっと抑えてくれます。結局納豆を召し上がっていただきますと、満腹感を得やすいんですね。でやっぱりなんかちょっとね、
食べた後もなんかつまみたいって、それがやっぱ太る元なので、それをしっかりとこのレシピを召し上がってくださることでね、抑えていくことができるんです。では次の材料はアボカドになります。私アボカド大好きなんですね。あの別のね動画でもアボカドを使ったレシピご紹介してるんですけれども、あのご興味ある方この動画ご覧になった後ご覧くださいね。塩麹を使ったディップのレシピがあります。でもアボカドね、やっぱり腸内環境も丸で、なんといってもやっぱり水溶性食物繊維が豊富ですから、便秘解消、お腹すっきり、デトックス効果が高いですね。そして血糖値の急上昇もね、なんとアボカドも抑えてくれたりとか、悪玉コレステロールも抑えてくれたり、もうめちゃくちゃ優等生。そして糖質量も少なめということで、やはり痩せたいなら目標体重になるまでは糖質量をいかにね抑えることができるかどうかにかかってます。その時にやはりそのカロリーが低くても糖質が高いっていうのはねよくありませんが、アボカドは OK です。では次、玉ねぎも使っていきます。これからね新玉ねぎの季節ですし、もうほんと楽しみですよね。もうめちゃくちゃ美味しいですよね。あの玉ねぎはね、やっぱオリゴ糖も入っていたりとか、腸内環境も丸ですし、同じくその血糖値の急上昇もダブルで抑えてくれます。で脂肪を燃やす効果もありますし、その結果代謝が上がっていくっていう、であと血液サラサラ効果もありますよね。コレステロール値も抑えてくれますし、むくみ改善効果、カリウムということで、玉ねぎも優等生の食材になります。そして次の材料は黒ごまも使っていきます。まあ、これお好みですりごまでも黒ごまでもいいんですけれども、あのまずは黒ごまご準備してください。でごまってこれまたね素晴らしい健康効果とダイエット効果があります。脂肪の蓄積を抑えてくれたり、ここでもまた血糖値の急上昇をグッと抑えますから、もうトリプル血糖値を抑える食材ということですよね。そして脂肪燃焼効果もありますし、食物繊維もたっぷり含まれていますから、お腹すっきりデトックスになります。でここでなぜ白ごまを選ばなかったかと言いますと、黒ごまの方が脂肪燃焼効果、まあ、アントシアニンですねが含まれていますので、どうせ召し上がるなら白よりも黒ごま選んでいきましょう。私も黒ごましか使ってないです。ではお待たせしました。ここから材料作り方お伝えして終わっていきます。まず納豆の神レシピということで、これボリューム満点です。もう私もすっごく大好きなレシピの一つなんですけれども、もう本当これ一品だけでね晩ご飯おしまいっていう時もありますよ、うん、それぐらい栄養価も高いですし、満足度も高いし、糖質量も低いというね、もうトリプルいいことバッチリ入っているレシピになります。ではまずね、作りやすい量にしてますから、まあ、召し上がっていただく量はね、その日のおかずの組み合わせとかによって調整してくださいね。作りやすい材料はこちら、納豆1パック約 50g のものをご準備ください。でもちろんこれは遺伝子組み換えがない国産の大豆で、できればですね、ひき割り納豆の方が栄養価は高いんですけれども、苦手だったりなかなか国産のひき割りないですっていう時は粒の納豆でも OK です。次、サーモン刺身用ですね 40g、 アボカド1/4個、玉ねぎ 20g、 あと無添加のコチュジャンご準備ください。あのこういったね調味料系ってもういっぱいね添加物入ってるのが多いです。例えば調味料括弧アミノ酸等なんて書いてあるのが実は化学調味料ですから、そういったものが入っていない無添加のコチュジャン選んでくださいが小さじ1で、ごま油もしっかりですね無添加にしましょう。良質の油、ごま油小さじ1/2、あとは黒ごまを適量ということで、以上の材料をご準備くださいね。ではここから作り方に入りましょう。1、サーモンとアボカドは 1.5 センチ角にカットしておきます。で玉ねぎはお好みでいいです。まあ、大体粗めのみじん切りで OK です。2、ボウルに納豆とこの市場で作ったものを入れてよく混ぜ混ぜしてください。3つ目、この ② 番にコチュジャンとごま油を入れて混ぜます。であとは黒ごまを適量まぶしたら完成です。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高い納豆を使ったボリューム満点の神レシピお伝えしました。もう本当にねこれ美味しいのでおすすめです。
でまた朝昼夜いつ召し上がっていただいても OK なんですけれども、特に血液サラサラ血栓を予防したいという方は夜で、栄養を吸収したいという方は朝、それぞれ召し上がってくださると効果がよりアップしますから、ぜひお試しくださいね。それでは今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもくださいますととっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。